畑の土手に緑の葉の塊があるね。なんだろう、行ってみようか。綺麗な赤い小さな花が咲いてるよ。よく見ると丸くて蓋みたい。かわいいね。この花はね、仏の座だよ。でも春の七草の仏の座ではないんだ。これは食べられない。春の七草の仏の座は甲仁田平湖なんだよ。なぜ仏の座って言われるかは、葉をよく見てごらん。茎の周囲を囲んでいるだろう。この形が仏座に似ている。仏座ってのは知ってるよね。仏さんが座ってる台のことだから、それが名前の由来なんだよ。へえ、春の七草の仏の座じゃないんだ。知らなかった。これも食べられるの？これは食用にはならないんだって。しかし同じ名前なんて勘違いするね。間違って食べたらえらいことになりそう。気をつけないとね。